こんにちは、おりんです。今日は先日購入してきたダイソーのアクリルケイト、ナミブとカラフル、こちらでアクリルたわしを延々と作っていきたいと思います。一玉で何個できるかなっていうのでやっていきたいと思います。糸の説明なんですけど、アクリル 100%、 40g、 65m で、かぎ針の指定が5号から6号ですね。で、もちろん手洗いができます。ネオンサインという632番ネオンサインという色を使っていきたいんですけども、 5mm 6号で編んでいきたいと思います。でマジックサークル、バッテンしてこう裏返して、で針をこう入れて、でこっちのこのこれをこうピッと、これで、まあ、締めるとこ締めてキュッと、で立ち上がりの鎖を1編んで始めます。はい、まず細編みを6目入れていきます。1、2、3、4、5、6と、なんか、かわいい、何、かわいい。でこれをピーと締めますね。ピー交換音、はい、ピーと締めて、で最初の目ですね、1、2、3、4、5、6、ここ、これが立ち上がりの目で、引き抜き、うん、最初のね、なんかあれですよ、あれで、この最初の目の頭にかぎ針を入れて、でこれ最初巻き込んでいきますね、とか言いつつすぐ忘れるんですけど、巻き込んでいきます。よいしょ、あれ違うな、なんだ引き抜きでした、ごめんなさい、引き抜き、ピッと、はい、これで1段目を編めました。で立ち上がり1目鎖で、最初にここ今入れたんで、ここに最初も入れます。ここをね編みますね、根元です。ちょっと上がりなかった、ここね、今この同じ目に入ってるんですけど、ここに通して巻き込んで、細編み、でうっかりするんでマーカーつけます。ここに最後引き抜きしますね。なんかくるんと丸まる癖が私ついてて、多分最初の引き抜き、この引き抜きがきついんだと思うんですけど、まあこれを2段目はこのままその流れに乗って編むんですけど、3段目に往復します。ちょっと後でまた説明します。で2段目は全部増し目で、全部で12目になるように編みます。さっきと同じ目に入れてください。はい、2と、で、はい、こういった感じです。
ッとするとしここ閉まるんで、こう閉め、なんかし、なんとなく閉めてます。で、立ち上がり1。で、これがさ、最後の、になるんで、ここにちょっとマーカーつけときます。で、これが立ち上がり、これが引き抜きなので、この目が、最後の目、編んだ目になるんですけど、ここに入れますね。くるんと返して。模様でしたね。で、3段目なのかな？今から3段目編むんですけど、2目、1目、2目、1目、増し目、1目。増し目編んで次は1目。で次は増し目編んで1目。で、プラス6目になるんで、全部で18目編んでいきます。18ですね。はい。これで足した分18、多分。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17。お、完璧です。18目。めっちゃ緩い。はい。じゃあここの最初のね、今マーカー最初の目、今このマーカーをつけてた最初の目に引き抜き編みをします。キューッとし、ピーッと伸ばせば引き、なんか引き締まるので、これで3段目終了です。で、立ち上がり1で次4段目いきます。で、また最初の目にマーカーしときます。立ち上がり引き抜きのこのピンクですね。立ち上がり、引き抜き、ここは最後の目なんで、裏返して、こう。はい。で、4段目は、増し目をして1目、1目と編むので、合計で24目になります。で、最初の編んだので、最初の頭に、またマーカーつけときます。はい。増し目で1目1目と編んでいきます。じゃあ編めたので、その目の頭に引き抜き、よいしょ、引き抜きします。はい、キュー、これで4段目完了です。こんな感じ。やっぱこの6号で編むと10茶目ですね。いつも4段ぐらいに終わってなかった、気のせいか。じゃあ5段目いきます。はい。で、これが、で、立ち上がりで引き抜き編みしたんで、ここが最初の最後の目、さっきの最後の目ですね。5段目は増し目、一目で編みます。はい。で、最初の目編んだんで任しておきます。30目埋めました。で、ここが頭なので、ここに引き抜き編みをしておしまいです。で、立ち上がり1目で、最後この目なんですね。ここが最終に来る。立ち上がり引き抜きではここ
こですね。水色の手前。はい、ここから増し目で始めましょう。ここに最後引き抜くってね。次は、増し目1111いきましょう。ここ最後ここですね。46と。でこの頭に引き抜きします。はい、あ、完成しました。よし、できた。はい、こんな感じです。行きましょう。カット。で、この糸をピーと抜きます。あ、ここで鎖してもいいですね。私引っ掛けて使わないので、ここ鎖しないんですけど、もしここを輪っかにする場合は、ここで鎖編みを好きな長さをして、で根元に引き抜いて終わりっていう感じにしてください。皆さん。やらなかった。ちょっと糸始末こっちはできてるので、いいか、カットしちゃおう。カットで、こちら糸始末ですね。このとじ針もダイソーで買ったんですよね。なんか3本入りと4本入りみたいなのがあったような気がするんですけど、私は3本入りを買いました。ここはもうちょっと適当なんですけど、ここから出てるので隣の隣、この目にいつも刺してます。そしてで、今この出てきてるこの糸、ここのところにピンとブス刺して、ブスと、はい、そしてそうすると、あ、なんか変だな。メイクたわしだし、で、もっと勉強しないとね。適当なところに、あ、くぐらせて、返して、糸始末してください。いきます。完成です。はい、じゃあね、ちょっとグラム測っていきましょう。はい、6グラムですね。6グラムなので、これが36グラムなので、あと6個分ぐらいが作れそうですね。で、ちょっと作っていきたいと思います。と、それでは6枚編めました。 4、5、6、 全部6目から始まって、6段の36目で終わる段数です。こんな感じでハンバーガーみたいにできたんですけども、残りがこんだけですね。で、グラム測ったところ6グラム残ってるんで、もしかしたらこの5ミリのさっきと同じ針で編んだらギリギリ足りないとか、そういうことになってしまうかもしれないので、最後のこの糸だけ 4.5 でちょっと編んでいきます。7枚目。あとこんだけ。あとこんだけ。で、編めました。もう最後めっちゃドキドキした。あ、ちょっと糸処理するのは興奮して、糸始末忘れてました。ちょっと切ります。ドキドキした最後。やっぱ 4mm で編めばよかったかなってめっちゃずっと後悔しながら最後編んでました。でも編めてよかった。
よいしょ。これで7枚編めて、若干余るぐらい。まあ、編み方の強さにもよると思うんですけど、7枚編めました。ダイソーとかでスポンジ買うと、ちっちゃめで7個入り売ってると思うんですけど、それと同じぐらいのコストパフォーマンスになりますね。まあ、作る労力があるので、使ってきたものとは比べられないっちゃ比べられないんですけど、なんか普通のスポンジとかだと味気なかったり、こういうの編むとちょっといいかなと思います。はい、じゃあこれとします。はい、よいしょ、来ました、7枚です。この毛糸を丸々1個1玉使った場合、私の場合なんですけども、5ミリ8号でしたね。5ミリの、針を使うと、5ミリの分が6枚。ちょっと怖かったので、7.5 号の針を使うと、1枚編めて、全部で7枚になりました。こんな感じに編めます。サイズも一回測っておきましょう。一つが10センチですね。10センチ。ちょっとこれが 7.5 号で編んだもの。こちらが 9.5 センチぐらい。そんなに変わらないですけど、 9.5 号ぐらいですね。よかったら参考になさってください。では本日もご視聴いただきましてありがとうございました。さよなら、おりんでした。バイバイ。